久保さんまあ運って何もやってない人に運があの運ばれ、ま、毎回毎回来るのってあんまないと思うんですよね。例えば何もやってないし何も頑張ってないし何も努力してないのに街中歩いてたらなんかその毎日ね1万円札拾うとかね多分ないと思うんですよ。あ今日も1万円拾った今日も1万円拾った今日も1万円拾ったみたいなねでありえます人生を見て多分ないですよね。 だけどビジネスを一生懸命やってたら1万円の商品が売れるっていうことはあります。100万円の商品が売れることもあります。それは積み上げてきたからですね。でも100万円を道端で拾うことはないですね。いってらっしゃい。